東条界最強といわれる堂島組が独占を狙う巨大な利権、神室町再開発計画。その鍵を握る空の一坪の所有者、牧村誠は橘の生き別れの妹だった。極道たちは特殊な生い立ちを持つ兄と妹に情け容赦なく牙を剥く。殺された兄の復讐を誓った誠もまた堂島組の凶弾に倒れ、暴力の闇に飲まれていった。しかし神室町が今まさに堂島の支配下に置かれようというこの日、極道の掟から外れた二人の男がそれぞれの思いを胸に伝説の幕を開けようとしていた。手術はどないやった？失礼ですが、あなたは？あの子をここに連れてきたもんや。大丈夫、手術は成功です。ただまだ意識が戻ってません。もしかしたらこのまま目を覚まさないかもしれません。何やと？という状況よ、セラさん。セラ。真島、牧村誠の場所を移す。ここは危険だ。堂島組に彼女が生きていることが知れれば間違いなくとどめを刺しに来る。守りきれん。せやったらどこへ？少なくともここよりは安全な場所だ。先生にも付き添ってもらう。お前も一緒に来るか？俺があの子のそばでできることはもう何もないやろ。セラ、誠を頼む。俺にはあの子の代わりにやらなあかんことがある。うん？これ以上あの子を黒の世界に踏み込ませたらあかんのや。堂島組がおる限りあの子は意識が戻ったとしてもまた狙われる。せやから俺が全部しまいにしたる。お前まさか堂島と差し違えるとでも言うのか？先生もあの子を頼むで。なんとか手尽くしてあいつの目を覚ましたってくれや。神室町再開発計画、今までさんざ空の一粒に足引っ張られたが、ようやく本格的に役人が動き出すことになった。渋沢、てめえの手柄だ。そんじゃこれからは渋沢を頭って呼ばなきゃいけねえわけですか。その前にまだやることがあるでしょう。何の話だ？
風間組の始末です。立花不動産、日京連、奴らの陰で糸引いてたのは風間の頭ですから、堂島を裏切ったけじめはきっちりつけねえと示しがつきません。無所にいる風間の頭を消すってことかい。そんな中途半端なやり方じゃてっぺんなんか取れねえよ。脅し以外はズブの素人だな。ええ、てめえなんだその口の利き方は。風間組の息のかかったもんは全員だ。連中を登場会からきれいさっぱり消さねえ限り、キリュウみたいな跳ねっかりがまた出てくる。ほら、徹底的にやらせてもらいますよ、親父。今度の若頭は血の気が多いぜ。おいおい、早く早く、こっちこっち。警察警察。クゼ、あんた一人か。ああ。忘れしまったのか俺らのことは。あんまり偉そうに街歩いてっとまたボコボコにしまぞ。俺らに会ったらちゃんと頭下げてけよ。まとりあえず挨拶代わりに財布置いてけや、兄ちゃん。なんだよ、ブルっちまって声も出ねえか。相手に何やってんだよ、真島ちゃん。お前に遊んでる暇なんかあったかよ。女は見つかったか。遊んどるわけやない。俺にはこれから行かなあかんとこがある。へえ、どこ行くんだ。堂島組。堂島組？おい、どういうことだ。女は堂島組にいるのか。牧村誠は堂島組の殺し屋に撃たれた。何？島野の親父に言うとけや。殻の一壺はもう誰のもんでもない。闇に葬られたんや。おい、どうなってんだ真島。はっきりしろ。女は死んでるか。手離せや。俺はもう誰の命令も聞かん。お前、あの子のことはもうほっといたれ。これ以上手出すんやったら島野の親父野郎が殺すで。俺は。お前まさか堂島組に行くって。
堂島をやる気か。たった一人で。女一人のために狂っちまったな、真島ちゃん。狂犬みてえな顔してるぜ。やっと檻から飛び出したな。誠から電話預かってきた。おせっかいな殺し屋じゃ。親父、世良の野郎はまだ船に戻ってません。どうします？構わねえ、始めろ。はい。奴ら堂島組だ。完全に日教連を皆殺しにする気だぜ。俺らだけでいけんのか。やっと来たか。渋沢！お前らの相手はこっちだ、キリュウ。てめえら。日教連だ！私も始めようぜ、キリュウ。柏木さん、風間組か。キリュウ、錦山、お前らは船だ。渋沢を追え。不当の連中は風間組が引き受けた。キリュウ、行こうぜ。
渋沢。やべえぞ、いかれちまってる。いい加減にしとけよこのガキ。お前ら下っ端の首は風に入らんねえ。さっさとどかんかい、ボケが。マジマ、マジマ、コロ惜しかったな。こんな時代に踊らされてなかったらその拳でてっぺん取れたかもしれん。あんたにはそれだけのもんがあったはずや。極道やってるとや、正直てめえの立ち位置が見えてきちまう。風間の頭みてえな男がいる限りてっぺんを取ることができん。なんてな、俺もよ、少しおめえみてえにバカだったらよかったのにな。俺かてそないバカ正直に生きてきたわけやない。せやけどな、俺の周りにはバカに生きてバカに死んでった男たちがおった。そいつらのくだらん生き方が俺は男の最高の生き様やと気がついた。ラッキーなんだな、お前は。天野、お前か、踏み込余計な真似していられぞ。島野が始末したはずの男がこうまで俺に盾ついてくるとはな。マジバ、おかげで阿波野も使い物にならなくなっちまった。島野も消さなきゃならねえ。面倒ばかりだ。堂島宗平、そこにいる男は体力で一番金がかかる殺し屋だ。そいつに仕事を受けさせるルートと金がある限り俺は誰だろうが好きにやれる。力ってのはこういうもんだ。お前らだけはもう何があっても死んでもらわな収まらんのや。せやないと
あの子は黒い闇から逃れられん。ラオグエイ、油断するなよ。なんだと。まだ終わったらんやろがボケ。おとなしく待っとれや。こっちはもうすぐ済む。その次がお前や。無事な。